本当に死ぬすんですよ。 , 笑ってんじゃねえやと思って世間を騒がした結婚前にね、このロケーションの3日後ぐらいに週刊誌が出る。おう、どうも、ノブロック TV です。本日のゲストはオードリー春日君です。トゥース出ました、私です。お願いします。とにかく出るからね。とにかく出ますから、うん、とにかく出しますから、結果はどうあれやっぱね。ということで、本日行うのはこの企画、はい、あの春日に弱音を吐かせたハード仕事ベスト10、うん、芸能界随一の忍耐強さを誇る春日でも、つい弱音を吐いてしまった仕事をランキング形式で語っていただくという、うん、はいはいはい、まあ、果たしてね、うん、あるのかって話でもありますね。いや、そうだよね。緊張なんかしたことないもんね。緊張知りたいですもんねどう、なんかみんな言ってるけど、すごいな、緊張したとか、緊張するとか。2008年のあの鮮烈なデビューからやっぱこの15年ですか。いや、そうですね、そうですね、15年。こんなにいろんな仕事やると思ってた？いや、思ってないですよ。それこそその、ね、若林さんもね言ってますけど、一通り出たらもう終わるんだろうなっていうね、うんうん、感じではありました。まあ、2009年が本当にオードリーブームですもん。いや、もう本当に大ブームだったもんね。そうですよ。で、大ブームってやばいもんね。大ブームやばいですよ、うん、だってあの川崎で1万人でトゥースみたいにやりましたからね、集めて、うん、もうやばいじゃないですか。やばいよねそんなやつ消えるよ、ね、そんなやつやばいです、うん、でしかも集まるし、うん、ですけどこうやって今もね、うん、第一線で活躍してるわけですから、うん、これやっぱとんでもない、もうお互いに。本当だよ、春日も若林さんも。なんでなんだろう、それ不思議なんだよな、キャラ芸人の消費のされ方しなかったよね。あ、そうですね。いやいや、あのさ、キャラ芸人だって一回消費された後、うん、残ってる人はいるじゃない、はいはい、でも一回消費されちゃうじゃん、キャラの人は、はいはいはい、もうしゃぶり尽くされて、しゃぶり尽くされて今さら触れてんのダサいって、うんうんうん、勝手にされちゃうじゃん、はいはい、そっから生き残る芸人はいるけど、ええ、でもされなかった、何なんだろうね。それはだからその転機というかやばいみたいな時期に、おそらく若林さんがすごく考えてこうなってまたブンこう地面すれすれでうわーみたいな、その何を考えたかは分からないけど、分からないけど、私は多分若林が考えた、おそらく私はそのね乗ってるだけですから。ああ、まあ、若林君も言うけど、時々春日一通りあって、はい、4つのギャグ何も受けない時期もあったでしょ。だってありました、今トゥースなんて本当に、うんうん、本当さっきもとダセーみたいな受ける滑るじゃなくてダセーっていうとか、まあ、むつみそうね、風呂なしアパートもいつまで住んでるんだみたいな。そうだよね、東野さんから、うん、あんまり関西の方で滑ってるでって言われましたからね。東野さん、ジュニアさん、フジモンにあの一回その剥がされる時期でしょ。いや、そうですね、うん、まだ住んでんの、風呂なしアパート、うん、滑ってるでって言われましたから、うんうん、じゃあそんな紆余曲折あった春日先生の、はい、あるかないか分かんないですけど、第10位からお願いします、うん、どうだろうね、うん、あるかね、ないかね、どうでしょうかね、うんうん、第10位こちらでございますバーン、ありました、おめでとうございます、はい、フィンボディービルレスリング、まあ、全部体育会 TV なんですけど、うん、この3つが重なってた時期があるんですよ。え、同時にやってた時があって、あ、これ何、それぞれが別々で同時期にやってたってこと、はい、フィンスイミング、ボディービル、レスリング、同時にやってたの。同時にやって、ボディービル の、 大会終わった後のフィンの練習とか真っ黒でガリガリ で脂肪もないから一人だけ震えてる、寒いんですよ、水中入ってて脂肪ないから。あと何だろう、レスリングの練習を都内でやって仕事終わりに夜やって、そのまま千葉のプールでフィンの練習とか、うん、でその日の朝ジム行ってトレーニングしてるとか、うん、3つが重なってた時期があるんですよ。でだってもフィンでさ、はい、早く遅くとかボディービルでさ、そのなんか、はいはい、綺麗にしてたらレスリングなんてもう痛いじゃん。だって痛いです、うん、だから全部違う、体が違う全部でフィン水の中入るから多少脂肪がないと浮いたりしないんで、うん、やっぱちょっと不利なんですよ、うんうん、だこれも一応カメラ回ってるんで、そのロケーションだと考えると練習も、うんうんうん、1日なんだ、うん、6個とか仕事したってだからね練習入れるとこれ結構上位でもおかしくなくない、これ。いやいや、でもこれ10位ですね。あ、そう、
じゃあ続いて第9位。はいはい、参りましょうか。あるのかな。ないのかな。10位あったんだからあるだろう。第9位は、うん、ババン、こちらでございます。ありました、ラジオフルマラソンロンドンハーツ。これまあまあ10位と似てますけど、これはそのだいぶ前ですけど、すげーな、東京マラソン出たんですよ、あのヒルナンデスで。なんかいろんなこのボディービルとかフィンとかの大会もそうなんですけど、基本日曜なんですよ。そっか、だからラジオ明けで行くことが3時終わりね。3時終わりで始発のなんか新幹線とか飛行機とかで地方だと行ったりとかして、ほぼほぼ寝ないで大会出るみたいな、うん、1年ぐらい練習してきて寝不足で大会出て台無しになるってことが。そっか、そう、もうトレーニング中だとね。まあまあでっかい失敗はなんか幸いにもなかったですけど、自分的にはベストコンディションで挑んだことがないんですよ、そういう大会に。うわ、それ盲点だね。そうなんです、全部ラジオ明けなんだ。基本日曜なんですよ、やっぱ社会人の方が参加する大会に出てるんで、深夜その俺らの日本が終わってそのまま東京マラソン、東京マラソン、あの都庁のあたりスタート地点行って、でフルマラソン走って、6時間近くかかったかな。でそれ終わりにそのロンドンハーツ行くっていう。いや、この頃のロンドンハーツ、はい、ザキヤマさんがずっと喋り続けて終わんないやつでしょ。いや、そうです。しかもなんかザキヤマ被害者の会みたいな。じゃあ終わるわけないじゃん。終わらなかった。そうっすね、今考えるとちょっとタフだったなっていう。第8位、はい、じゃあ行きましょうか。あるのかな。第8位あるのかな。ないのかな。行きましょう。第8位は、はい、もう水飲んでるじゃないですか。あるのかな、ないのかな、あるのかな、ないのかなの間が水飲みチャンスだなと思って。チャンスだと思わないでください。緊張感出してる、緊張感。分かった、第8位、第8位いきましょう。バーン、こちら助手席にカメラ。え、これどういうこと。あんまりなんかつきそうには見えないけど、これどういうこと。これはまあそうです、まあ、体的にまた10位9位10位とはまた全然違うんですけど、うん、ドッキリのロケーションだったんですよ、うん、後部座席に乗って、うん、いろいろドッキリ仕掛けられるみたいなやつだったんですけど、後部座席に乗った瞬間に助手席に普通のこういうなんかデジって言うんですか、このカメラが三脚で立ってたんですよ。こっち向きで。そんなバカなことあるかっつって。ああ面白い。いやこれはちょっと大変だぞと。気づいた演技だよね、本当はね。いやそうですね、本当は気づいたっていう設定じゃなくておかしいよね。だからそういうドッキリに気づいたけどドッキリに引っかかるかっていう、うん、ちょっとドッキリの派生系のロケーションかと思ったら、うん、もうストレートなドッキリなのに助手席に。そう思いました、これどっちなんだと、うんうん、気づくやつなのか、どうなんだ、いや気づかないのおかしいよなとか、うん、したらやっぱ見事に踏切の途中で車が故障して動かなくなるんですよね。そんなハードドッキリなの。ハードうわっつって、これは慣れてないスタッフがね、たまにね。そうなんですよ、しかもこれ特番だったんですよね、うん、だそういう時はやっぱ危ないんですよね、うん、面白い。でまあこれの派生系で、うん、同じような感じで清水明がバスローブ。これは清水明さんのお宅に、なんかこのか、お宅訪問みたいなコンビで行くって言うんですけど、まあ結果そのドッキリだったんですけど、行った瞬間に清水明さんが真っ赤なバスローブで、外国人の愛人と肩組んで出てくるんですよ。そんなわけないじゃないですか。うん、そんなわけないよね。なんでまあまあその時点でうんってお互いに若林さんの顔を見合わせたんですけど、いろいろ見たら台本があるんですよ、偽番組。ああああ、それのなんかもう スケジュールがなんていうんですかね、そのドッキリのスケジュールのまま載ってるんですよ。なんちゃらオタク訪問って書いてあるんですけど、ああもう明らかにおかしい時間にテレビ局を出発してる技術チームが。夕方ぐらいのロケで偽番組のスケジュールじゃなくて、ドッキリのその日のドッキリのスタッフさんの動きのスケジュールになってたりとかして、そういうのはちょっとタフ。なるほど、ですか、ね、はい、続いて第7位。第7位はございますよ、うん、行きましょう。
変えてきた、ね、もはやね変えてきた。こちらでございます、うん、シリバイブレーションです、ね、わあな、面白そうだ。おいちゃん、これはね、ちょうど夏の暑い盛りに、うん、吉村くんと、うん、ノブコブの確か三四郎の小宮くんと、うん、シソンヌの長谷川くんがなぜか長谷川くん、うん、で、あの3人で、まあ、これぐらいのバイブレーションというか、うん、ローターですね、うん、いわゆるそれをおけつに入れて街ロケをするっていうで、それをお店とか入るんですよ。神楽坂のなんかあの肉まん屋さんとかに入って、その向こうの店員さんに気づかれたらその人アウトみたいな。あ、バイブが入ってるのは。そうですね、ホットヨガやったりとかそれをインストラクターの先生に気づかれたりとかしたらダメみたいなやつで、これもまあそのまあ入れてる間も大変ですけど、なかなか私の場合入らなくて、経験がないからね。経験がないから、うん、で入ってもなんか、うん、なんです、浅いんですよ、うん、これぐらいだったりするから、うんうん、抜けちゃうもんね。そう、抜けちゃうんですよ、うん、その度に一回ちょっとすいませんっつって止まって、春日の尻バイブ入れ待ち、入れ待ちちょっとなんか路地みたいなの入ってこうやってやって、うん、入れてみたいな。他の芸人はすんなり入ったの、はい、そうですね、吉村くんなんかすんなり入ってましたね確か吉村くん、はい、入りそうだな。第6位は、うん、こちらでございます。バーン、寝ない東大王ね。寝ない東大王、これは大変だったな。これはね、東大王とあの芸人がクイズ対決ので、うん、東大王にどうやったら芸人は勝てるかみたいな、うんうんうん、で私は眠気と戦いながらクイズ対決して私が勝てるかみたいな。で耐えるわけじゃないですか私は。で向こうはだから何分おきからに出るんですよクイズが。あ、そういうやつね、はい、時間ごとに出るやつ。で、うん、寝ちゃうとどん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 問題が出ちゃって、うん、通り過ぎてる。そうですそうです、うん、だから、ね、寝る方が不利になるっていうやつなんですけど、まあ、だから私有利のルールなんですけど、うん、東大王が寝ないんですよ。全然寝ないの。めちゃくちゃ体力あるんですよ。だからスタッフさんの想定では、まあ、しばらくしたら寝ちゃって春日が答える、うん、バンバン答えて、で春日も寝ちゃってみたいな、それのこの、うん、ね、シーソーゲーム、まあ、そう、うん、と思ったら全然寝ないんですよ。で結局お互い全然寝ないから最終的に私40時間近く寝てて、はい、2日スケジュール抑えられてたとか。抑えられてました、うん、でまたこのね9位とかつながるんですよ。その後ラジオね木金でやって土曜どんなスケジュールなんだよっバーン、地元ロケーション。え、これ別にそこまで大変そうに見えないけど、なんつうのかな、この何日か前に、うん、あの私がちょっと世間を騒がした結婚前にね、あのあれの、うん、その記事が出る前にこの地元所沢でロケーションがあるんです。だからこのロケーションの3日後ぐらいに週刊誌が出るっていう、うん、で出ることは知ってるの。出ることは知ってるんですけどもちろん世間は知らないわけ。知らないわ。しかもってことは、はい、しかもあのモニタリングの後で、はい、一番もう祝福ムード、うん、笠原さんおめでとうっつって。そうだよね、地元の方々が、うんうんうん、見たよっつって言って、うん、だけど私的には3日後に記事が出るっていううわ、これ芸能人はこれがあるんだよな。あるから言えないし、おめでとうって言われてるんで、ありがとうすとかやったわけですよ死を宣告される前の状態で、はい、ありがとうすありがとうすとか言ってまあまあ私が悪いんですけどね。そうだよね、ええ、うん、誰が悪い、私が全部悪いんだけど、全部悪いんですけど、悪いっていう気持ちはありながらも、はい、辛かった思い出で言うともうこれが入ってくるってことね。これは入って、まあ、超えることはないでしょうね、うん、まあ、超えることがないようにしなきゃいけないなって、もう教訓そういう思いをするぞと、うん、バーン、助けてが言えない。はい、うん、助けてが、これは本当にもう恐ろしい話です今思い返しても、うん、それも軽くまあドッキリなんですけど、うん、サウナに入ってたらそのサウナが実はあのトラックで、うん、こう壁とかがバンバンとかなくなってそのままこう走り出して、うん、
一斗缶があるところに突っ込んだりとか、あなんか火がついてる板のところにバーンとか行ったりとか、あ、まあ、カースタントみたいな。なるほどなるほど。カースタントに急に巻き込まれるってドッキリ。そうそうです。それをこういろいろこの、まあ、広場というか広いところこうわーっといろいろ回るみたいなやつなんですけど、まあ、それ自体は全然いいんですよ。その一箇所いろいろ仕掛けがある中でサイドからあの筒でなんか泡、大量の泡をわーっとこう吹きかけられるっていうところがあったんですよ。でわーっと吹きかけられてやめろやめろとか言うんですけど、あのベルトで固定されてるんですよでもとんでもない量来ると口の中に入るんですね。おうおうおう。そうするとあの息ができないんですよ。おうおうおう。こう取れないし、おうおう、もう次から次に来るん で、 で固定されてるから立ち上がってその泡が避けることできないから、で散々やめろとか言ってるから息が出尽くされた後なんですよ。吸えないんですよ。もうあの鼻にも入ってくるし、空気なくなってんのに、空気もなくなってやばい、助けてが言えないんですよでも笑い声が聞こえるんですよ。もう泡になってで受けてるから受けてる最中はどんどん来るじゃないですか。でもう本当にあの死ぬ寸前ですで恐怖、こっちのやばい状況が伝わってない、うん、で向こうが受けてるから、うん、そのなんかそのギャップ、こっちはもう死に瀕している、ここにいるわけですけど、泡危険なんですよ。それ覚えておいてくださいね。制作で覚えとくわ。で笑ってんじゃねえやと思いますさあこちらでございます。千葉の暴力大魔王、これはすごいね。これは本当に、まあ地下格闘技の大会に出たんです。ああすげえ、うん、で対戦した相手の異名が千葉の暴力大魔王、全身にこのね、うんうん、タトゥー、いわゆるタトゥーの入った、暴力大魔王と、本気のヘッドギアとかなしですよ。え、地下格闘技の大会ですから本当の。おうおう。急に行って仲間になれるかみたいな番組だったかな。おうおう、深夜の。おうおう。で私はなんかこの、まあ、格闘技集団、まあ、というか地下格闘技に出てる、まあ、グループ、おう、ちょっとやっぱり元不良とか、おうおうおう、そこにもうこう入ってって仲間になって、まあ、トレーニングして大会に出るみたいな、で仲間として認めてもらえるかみたいな感じのやつだったんですけど、本当の地下格闘技の大会でそのために作ったとかじゃなくて、じゃなくて、で後からスタッフさんに聞いたら地下のことに詳しい人に言われたらしいんですよ、そのディレクターさんが。地下格闘技のなんかね大会やってたけど、あそこにあの映っちゃいけない人いっぱい出てたんですよなるほど、本当に怖い人が、本当に怖い人が本当に、うん、もうあの控え室いたら控え室で喧嘩したりだとか、本当に試合が終わった後セコンドお互いの、どうしよう、うん、わー乱入した人、うん、わーなってとか、うん、っていうところに出ていって、うん、それをこれやってもう一回第2弾出てるんですよ好評だったんですこちら、まあ、部族と芝居出ました、部族出ました、出ました、ここへ来て、ここへ来て、まあいろいろやりました、うん、牛の背中にこうね走って飛び乗るとか、うんうん、バイクに2人乗りして森の中行って、うん、あの縄で牛捕まえるとか夜中夜中夜中、夜中の二血バイク、こう投げ縄みたいな感じで牛を捕まえるみたいなこととか、うん、こうなんかまあ基本的にこの部族のロケーションっていうのはその部族の儀式に参加するみたいな、なるほど、うんうん、その牛の背中に飛び乗るみたいな、うん、なんとかこういるんですけど、うん、飛び乗ってその牛の背中を走るみたいなやつとか、うんうん、もう基本的に成人の儀式なんですよ。なるほどなるほど。だから勇敢さを示す儀式なんだ、はい、そうなんですよ、うん、これもなんか儀式で、うん、あのまあ今はあんまりないらしいんですけど、お互いのその村、隣村とかが、うん、まあ、攻めてくるじゃないですけど、うん、とやり合うんですよ、うん、それも、まあ、裸になってそれぞれ、うん、木の長い棒で2メーターと3メーターぐらいあるのかな、うんうん、それでこのバチバチにしばき合うんですよ
叩き合うじゃないですか、もうしばき合うっていうのが、ね、本当に硬いやつで、本当に硬いやつ、硬い木でね、まあ、上がちょっと細くなってこうしなるような、でこうちょっと軽く振ったらヒュンっていうような木の棒で、でもう本当にもうこの辺とかもうあざあざだらけで、でそれもあの部族の方々って痛みにとにかく強いですね。その痛い系のことを儀式を受けたりして、こっちがまあリアクションするのは痛い痛いとか言うと、とんでもない受け方するんですよこれねみたいな、これねみたいな、こんななんか痛いとか情けないとか言って、で村とか歩いてると木に登ってる少年とかが私の姿を見て痛い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 って真似いじってくるんですよ。それぐらい向こうの人はリアクションしないから、バチもちろん痛いんでしょうけど、スーンってしてるのがかっこいい、男らしいというか、まあ、そうじゃなきゃいかんっていう、多分文化なんでしょうね。なんとか、まあ、一人に勝つことができて、でその、まあ、祭りというかその儀式終わって、後から聞いたら、まあ、ルールというか勝敗はどうやったらつくんだって聞いたとしたら、もう向こうがギブアップするか、それか、相手を殺したら負けって殺したら負け、そう、相手をそう殺めてしまった方はもう負けなんですよ。じゃあ死なない程度にギブアップさせなきゃいけない、させなきゃいけないっていうどうすんだそれこね、うん、私がそう死んでたらっていう1位は果たしてあるのかな、ないのかな、あんのかな、参りましょうか。1位はこちら、うん、よありました、サイゼリヤ食べ尽くし結局は結局これなんですよ、サイゼリヤ食べ尽くし、これはね、まあ、佐久間さんこう、ね、何度もあちこちとかでも話してると思うんですけど、伝統芸能の一つであるも、名作落語みたいな、いろいろあるけど結局これはね、本当に結局やっぱ食べるって、きついんですよこれ3日間ぐらいあったかな、まあ、全部食べるっていうやつで、サイゼリヤ寝泊まりしてやってたんですけど、まあ最初はまあバーッと食べるじゃないですか、で満腹になるじゃないですか、満腹じゃない時がそれが最後なんですよ、一回お腹がすく味わえるのは開始して一発目に満腹になる以外は3日間ずっと満腹なんですよ。うわそれきつい、それはめちゃくちゃきついですよ。あそうか、はい、俺ら勝手にやったことないから、食べてちょっと休んだらお腹がちょっと空いてきて食べるとかじゃないんだ、はい、時間がないんですよ。そっか、なので本当他の現場とかにも持ってこられたりしますし、あそうだよね、あの番組は、そのお台場のサイゼリヤやってたんですけど、フジテレビで打ち合わせがあるって言ったら、そこにあのハンバーグ持ってこられましたね、すげえわすげえシャリアピンソースハンバーグ単品で食べたらうまいのになめちゃくちゃうまいですよ、うまいんですけど、それを持ってこられたりとか、もう時間がないんで、若林さんも途中で何日目かの夜、ふらーっとファーっと席立ち出して店出てって、あの何かなと思ったら、あのバス停の方に行って帰ろうとしました逃亡ね、逃亡いやーすごいランキングだな、そして最後にこの名作が現れるっていうのこれすごい、ちょっとそうなんか新たな何かをね入れたかったですけど、やっぱこれは不動のというか、これさなんか歴史の資料になるじゃんオードリー春日のこの歴史の資料になる